ミノタウロス I ミノタウロスはアメリカ合衆国の固体燃料ロケットシリーズミニットマンとピースキーパー大陸間弾道ミサイルを転用している製造はノースロップグラマンイノベーションシステムズが行っているミノタウロス I は小型人工衛星を低軌道に投入するために使用されるミノタウロス2は弾道飛行に使用され主にトラッキングや 弾道弾迎撃ミサイル試験のターゲットとして使用される。ミノタウロス3も弾道飛行に使用される。ミノタウロス4は衛星打ち上げに使用され、低軌道投入能力はミノタウロス I のそれより大きい。ミノタウロス V は2013年9月に初打ち上げに成功した機種で、静止トランスファ軌道や付き繊維軌道を含む。 より高い軌道への投入が可能な設計をしている。ミノタウロス I-2 はミニットマンミサイル派生で、ミノタウロス I-4V はピースキーパー派生である。ミノタウロス I-4V が現役。本来のミノタウロス I は1段目に M55AH、2段目に SR19、3段目にオリオン 50XL、4段目にオリオン38を使用し、 オプションで5段目に、ハップスを使用する。ケープカナベラル空軍基地からだと、高度1 8 5トル軌道傾斜角28.5度に5 8 0ラムのペイロード能力があり、バンデンバーグ空軍基地だと高度7 4 0トルの太陽動機軌道に3 1 0ラムのペイロード能力がある。弾道飛行用ロケットで、本質的には、ミニットマンツーに、 軌道誘導、制御システムを備えたものである。一段目に M55A1、二段目に SR19、三段目に M57 を使用。高度 6700km の弾道飛行に 460kg のペイロード能力がある。弾道飛行用ロケットで、一段目に SR-118、二段目に SR-119、三段目に SR-120、SR 4段目にスーパーハップスを使用。高度 6700km の弾道飛行に 3060kg のペイロード能力がある。2013年9月の時点でまだ打ち上げ実績はない。1段目に SR-118、2段目に SR-119、3段目に SR-120。 4段目に、オリオン38を使用。ケープカナベラルから高度 185km、傾斜角28.5度の軌道に 1735kg の、ペイロード能力がある。初引っこは2010年4月22日。上段を新たに追加して、静止トランスファー軌道や、月、惑星ミッションに使用する。 NASA はこのミモタウロス V を使用して、レディを2013年9月に打ち上げた。ありがとうございます。